はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。3日目終わり、決勝戦です、明日。今日来たね。めちゃくちゃ暑くなかったですか？暑かった。やばいな。編集長が来るまでは、そうでもなかったんだけど、突然確かに、午後、暑くなって、はい、結構苦しくなってきたね。びっちゃびちゃになりながら。3日目、どうですか？準決勝は、まあ、重ですね。山口健也は強かったよね。上がりきるように。なんか、ちょっとずつ、初日がなんかあんま良くなくて、ちょっとずつ上げてきてる感じするでしょ。はい、これは当たりましたよね。安いですけど。まあでもいいよね。1から買えば、9、2、5。もうそっくり4人で入ってるってことだな。はい、9から4着だけど。まあ1級なのか9級なのかっていうね。で、宿口が中段だったら頭まではないだろうっていうとこだから、いや、安くてもこれ確実に取れる。俺これ今日の推奨レース、俺いつもさ、見てもらえば分かると思うんだけど、はい、今日の推奨レースってこう、張り出すわけです。はい。それで当たった10レースと11レースも今日の推奨レース当たり、平原康太、竹内佐久間だけ取ったね、編集長。いやバッチリ。あんなつくと思わなかったですね。いい配当だよ。みんな竹内を買わないんだよな。あ、やっぱり評価下げて。で、私も7号和田圭が2着ならつかないでしょ。あ、もう全然です。もう半額にもならないです。ついてなかったっけ。いや、7号はね、まあ、70何倍か。うん、万いかないんだよ。57だといくんですよ。これはね、いい車検ですよ。ただ、佐々木勇気はやっぱりいかないっていうね。いかな、前取った。びっくりしたな、これ。作戦でもちろんあるんだろうけど、まあ、平原コートも言わないんだろうね。あれ、牽制なしの前取ったんですか？いや、俺見てないんですよ、最初だけ。うん、もう、スタートが、もうみんな、もうみんなスタンディングって感じですよ。しょうがなく取った。待って、外からさーっと上がってたんです。まあ、でもね、行かないものは行かないんだなっていうところで。で、12レースは、安定の松浦でさ、これさ、順平すげえ強くなかった。順平強い。弾かれてさ、やばいっすあれ。弾かれてまた来るじゃん、はい、そこ。しかも、小栗に食らったんだよね。はい。まず、あ、松浦強かったっていうね。うん。志田は結構頑張ってたな、9着だけど。志田。逃げっすよね。はい。どうなんだよ、石井。見たのか、ちゃんと今日もレース。はい。見てます。どう、何で見たんだ。はい。どこで見たんだ。いや、電車です。また電車か。はい。まあ、電車以外で見てないのか、経理。いや、見てます。電車以外だと、ベッドの上で見てます。ベッドの上というか、お風呂で。お風呂？お風呂っす。てめえ、この野郎、カッコつけたこと言いやがって。ちょっと待ってよ。風呂でどうやって見んだよ、携帯。これ、壊れちゃうだろ、バカ野郎。湯船に使って防水なんで。そんな、お前なぁ、ね、防水ってわざわざ。風呂にまで入って見てんのか、ほんとお前。防水です、みんな。親に聞くぞ、お前。聞いてください。この野郎。聞いてください。まあでもね、今回は3日がまあまあだよ。俺今日ほら全般あれだったけど、3日間として俺まあまあ。どう？みんな。まあまあです。まあまあ。一人だけとんでもない絶好調野郎がいるんですけどね。絶好調石井。はい。ありがとうございます。9レースも、ちょっと、的中させていただきました。まあだからさ、こういうのはさ、そのやっぱあのなんていうのかな、競輪さ、当たらない時は誰でも当たらないじゃん、もちろん、はい、俺でももちろんそうだよ、はい、だ当たる時は誰でも当たるんだよ、はい、そうですよ、当たるんですよ、いや本当に。でね、結局最後極論になってくると、買う側からしたら極めちゃう人はね、誰の予想買ったって一緒だよって人もいるよね、うん、で、誰の予想を買っても一緒だったんだったら、じゃあちゃんと勉強してるやつを買った方がいいよねっていう答えになる人もいるわけ。はいはい。だから当たれば何でもいいわけじゃない。これからが大変です。はい。みんな。はい。大変です。俺も大変です。もちろん。もうずっと一生大変です。当たって外れての連続で、疲れて嫌われて、いなくなって、新しい人が現れて、もう連続です。日々脱皮です。脱皮人生。いや本当よ、マジで。そこでね、やっぱこうくじけるかくじけないかだよね。俺はほら本業だからさ、くじけられないじゃん。はい、で自分らほら
本業じゃないから、はいはい、これ当たんなくなってくるとしんどくなるわけよ、はい、なんていうかさ、こうもう逃げ出したいというかね、はい、でもそれで粘って踏ん張ってもう自分の顔を通し抜いて、でいろんな人が固定的についていくっていうことだと思う、俺はね、はい、ただもう確実に前より経理見てますからねそうでしょ、間違いない、そうだろ、はい、確実に見てます、そりゃそうだよ、お前風呂の中で見ないよ普通、確実に見てますね、うん、いいんだよそれで、ね、それでやっていけばさ、いいことあるでしょ、はい、はい、じゃあ決勝戦の前にね、さっき言ったようにこれですよ、撤収ね、いつも通り嘘はありませんよ、見たね今日、あ、お願いします、参考人です、あと今日今日来ベンチに座ってた、あ、はい、お客さんも昨日も来て、西弁もオールスター来て、で YouTube 見てくれてるから、はい、嘘でないことは分かると思います , 笑っちゃうけどね、本当にあんまりもう、はい、行きましょう、決勝です、なんと吉澤純平前です、宿口平原浩太和田圭9714で86の、山県に、竹内作郷さんは、松浦に小栗に短期洗い、どうなんだこれ、並びが順平が前っていうのはもうさ、このあんまりコロコロ変えないでほしいんだよな、うん、俺は、はい、お約束にしてほしいっていうと、ほら選手も都合があるって言われるかもしれないけど、まあなんかこう勘ぐっちゃうじゃん、はい、順平前、宿口が番手なわけでしょ、はい、これ平原君番手だったら喜んでっていうところです、はい、どうなんだこれ、絶好調やろう、いやここはあれじゃないですか、宿口に取ってくださいよってことじゃないですか、そうなのか、そうだと思う、なんか初日のレースを見たんで吉沢純平が感じるものがあって取ってください、でもなんか動画の中と平原さんも俺前参り、ま、前でやりたいよって言ってましたよ、決勝、あ、そう、はい、自分で、まあ、でもなんかジョーダンブジョーダンブ、あ、ジャレ、ジャレ系ね、そうそうそうです、まあでもさ、今年一回も優勝しないでしょ、はい、まあ勝ちたいが勝ちたいよね、はい、ただ勝てるかどうかはまた別の話があって、順平も強いし、もし順平がねもう全然その気なくて、はい、まあ、ドンと生かしちゃったりとかしてさ、もう竹内どかしちゃえばどかせるし、じゃあ86の3番手から負けるかもしれない、うん、何なんかあれだろお前、ね、女と今 LINE してるだろお前、してないしてない、勤務中に俺ら今勤務してんのにこの野郎お前してないです、別府予想したんで、だからこれあれだろ、加藤とか勝てるけども順平も、まあじゃあ引っ張り出そうと思えば引っ張り出して宿口で勝てるかっていうところだよね、順平の頭はどうかね、まさかのやこれ和田圭が勝手に4番手回ってるだけで、はい、もうこの時点でお客さんスイッチ入っちゃうわけですよ、はい、もう絶対これ関東が逃げると思う、うん、でも本人たちは何も気にしてない、本当、うん、もう剣屋が竹内さんいいですよって言った時にこうさばいちゃうとか、竹内をね、さっきの3番手から負けるかもしれないし、勝とうと思えば勝てなくもない、ただじゃあ引っ張り出した時に宿口で勝てるのか、勝てるのか、三々だから無理でしょ、いや勝てないです、勝てないな普通な、だもう勝てる要素を探すとすれば三々で、まあ直線短いし、順平がまあまあ持ってしまって、でなんかこう、ああ勝っちゃったという展開とか、あとほらこの辺で剣屋がほらもしかしたらこういうこともあると思うよ俺、はい、あると分断、はい、昨日も言ったけどほら、はい、松戸のしょっぱいさ最終日でやってるわけだから、はい、でこういうことやらかそうとした時にもこうなっちゃうとかさ、やべタイミングがねえよ平原さんとこうなっちゃったとかいうところも来るから、松浦もありますよね、松浦自力自在ってコメント出してるときはやるときなんですよね、宿口のところか、まあ、やってもらってもいいけどね、はい、結局さそういうふうに考えてると
ものすごくリスクがあるんだよね、はい、足もないのに寝られる可能性もあって、で格も下がると言ったところで、はい、まあ買い目じゃないんだよな俺の中で。やっぱりじゃあ番手まくり素直にした場合は平原くんになっちゃうし、ケンヤでも松浦でも矢田節くんを狙った時は簡単にぶっ飛ばして、はい、で平原コーダまでやられちゃうでしょ。松浦が入ってきたら無理よ。こうなっちゃう、こうやってね、はい、5-9とかかもな、はい、5-2とかな。でもその時には剣矢飛んできそうですけどね。コッパーパー5か、はい、で8がやれば8号5してもらうんだな、はい、竹内はこういうふうになんかこう動きが横の動きがいなくなりそうだよね。いなくなりますね。さあということでまずは一つは順平がまさかの勝ち目を探った場合にあり得るか。でも引っ張り出す順平だったら宿口でどこまで勝ち目を考えるのか、それとも単純に3番手がやっぱり平原が足があるし宿口が番手が出れば平原かで松浦も剣矢も宿口やっちゃえば勝ち目があるんだよ。で俺がと考えなきゃいけないと思うのはやっぱり剣矢の先行だよね、はい、どこまでそういう気があるか、はい、でこれもちろんほら皆さんご存知の通り竹内の師匠は富雄でしょ、はい、で剣矢の師匠はもちろん山口浩二さん、はい、まあ、当然知ってる関係ですよ、はい、ホームバンクも大垣で中部を牽引してきた機関車役で G3 は取ってないで6年前の9月の共同通信社を取ってる竹内はね、はい、それだけなんだよな、はい、で中部地区じゃん、はい、松浦がさ関東と戦うことはないでしょ。明日はあんのこれ早めに叩きいっちゃうと明日はこれ簡単にいかないよやっぱり、はい、したらまくっちゃうもんな、うん、っていうことは剣矢がもしもだよ8-6で一発食らわすときはこれやり合っちゃうのかな。もし逃げる気あるんだったらね、はい、逃げる気あったらまあここで止まっちゃえばこっちかって言ってもこっちなのか、うん、やっぱりどう編集長剣矢は何をするの。剣矢もう止めるしかないと思ってるんですけど足を止めて、はあ、松浦がやっぱ自力自在のコメント出してるから松浦がその辺絡むんじゃないかと思っていてこういうことね、はい、そうするとぶっ飛んでくると、うん、って思ってるんですけれどもなんかそこの勝負にそんな時間がかかんなそうじゃないですかね。かかんないですよね。かかんないかかんないけど列は短くなる分やっぱり松浦が中段だったら剣矢はこうなっちゃうわけだからこ どっちにしろ松浦が前にいるんだったら列短くしてもらって多少松浦に足使ってもらって松浦に前に行ってもらった方が剣矢は楽だよね、うん、そうだからこの松浦の動きもねさっき俺俊介で自力自在って言ってるから番手っていう話もあるけど俺はここで安い番手戦はやんないような気がするなって思って新井の番手もあるんじゃないですか、うん、そしたら今気づいたんですみんなそういうところ狙ってきちゃうよね。だから宿口だからもうそれだけやっぱさそんな狙いやすいとこないもんね。そんなに回すそんな狙いやすいとこないですね。もう金がぶら下がってるもんだから俺でも行くもんな俺でも行く前も行くいや行けない3番手にいや本当そうだよみんな狙ってくるんだよ。なんか荒いじゃないですかこれ行くの。今もあの大宮記念の昨日の話とか思い出しましたけどやるしかないっていうね、はい、うん、3-3だしこれ回る位置ないですからね。あとはね俺もさっきも言ったけど剣矢俺はほら競輪を期待したい漢字の競輪を期待したいのは剣矢はこれからでもいくらでもチャンスあるでしょ、はい、竹内気づけば34歳です、はい、もうでも立派なベテランの領域です、はい、もう G1 うんぬんの領域じゃなくなってきてるよね、はい、あの平のオールスターとか決勝乗ってんだよな。乗ってます乗ってます。 G1 の決勝にも乗ったことある選手が私腰痛持ってんだね、はい、低迷しちゃって一
本屋そこら取らしてやろうっていう気がないかな。ただあったとしても順平を叩くのは簡単じゃねえもんな。っていうから優作の優勝はないと、はい、いうことないです。ない、はい、そこに行って新井が持っていったらどうなんですか。こう、そうです。だからこれ止まっちゃったらさ、はい、外見ておくでしょ。でもし叩き切っちゃって、はい、乗ってきちゃうとあるんじゃないか、はい、そういう時はね。で6もほら竹内のバッテが出るわけだから、はい、6、2だ、2、6とかいうそういうイカれた展開もあるよね。それはまあ完全にこれあれだな、剣屋に関東と戦う気がないんだったらこれはもうやっぱり関東が有利だけども、その時に分断っていうのがねあるかないかを考えなきゃいけないってことね、はい、何が気があるの。いや、剣屋っすね。剣屋分断ありきで、剣屋が分断、いや、剣屋が分断しないで松浦か松浦、荒井どっちかっすね。じゃあマクルート、はい、石井ちゃんは。僕は荒井から行きたいっす。どうやって勝つ荒井。いや、剣屋が行くと思います。よし、順平は862でかけちゃったこと。そうっす。順平はそんなこと考えてないと思います。うん、でも江戸長は松浦がいいよな、状態はな。松浦いい、うん、これでも どうなんですかね。まあ関東が逃げちゃうとして4番手和田圭じゃないですか、うん、で5番手にってなっちゃったら5番手にいるのは新井なんですよね。松浦じゃないのですよね、うん、その辺は松浦厳しくいくと思うよ結構。なんかでもこう平原うちにいてほしいんですけどね。平原が詰まっちゃっててほしいんですけどね、うん、なんかそうなんでも剣屋もそんな早めには出ないですもんね。8番手とかだったら早く行くんですかね。誰も横やんないんだったらだよ、うん、多分こうなっちゃう気がするよ一本棒で。ああ。いや、でも攻めないんだったら、うん、してもすげえ簡単だよね、はい、こんだけ俺ら考えても結局エースいらない、うん、失敗許されないですからね。かばう必要ないし、もう今日みたいに踏んでほしいですよね、うん、この一本棒なら平原立たなきゃダメですよね、うんうん、松浦にさっき踏まれて打ち詰まるとか一番しょうもないですよね。17じゃない可能性もあるよな、はい、1-5、1-2、1-8というところでね、はい、まあまずポイント整理は剣屋がどこまで竹内のための走りをするのかどうかっていうところと、宿口は新井、松浦、山口剣屋3人に狙われる可能性があると、はい、そう3人に狙われる可能性を全部どうにかしのいで、もし、競られなければ宿口君にも栄冠があるのかっていうねところですよ。俺はもう3日間のレースを見てやっぱりいいなっていう選手をしっかりこう選んでね、でこう組み合わせていきます。明日はね、宿口君といえばいろんな人から今噂聞くぞ、いろんな人から連絡あるぞ。宿口くんの彼女なの？ラーシンみたいな。すげえ当たってくる。なんて言ったっけ？サノマリアっていう。はい、はい、なんか何なの？宿口のことを悪く言うとプロックスのセンター。そうそうそう。ものすごいパワフルな女だな。それを聞いてて、宿口今日決勝おめでとうってツイートしたらいいね来ました。だからさ、そのどんな子かは分かりません、もちろん、はい、分かんないし別にどうでもいいんだよ、宿口君と付き合おうが。ただね、やっぱりこういうことが起こるとすぐ俺思うのはさ、はい、競輪選手レベル低いな。間違いなく嘘にも、だって去年のベスト9に入ってるわけでしょ、はい、宿口、はい、赤パン履いてんの、はい、その彼女が SNS でシャシャリ出てきてね、てめえの彼氏のことをグズグズ言われると腹立てて切れてね、じゃあ例えばいいよ、有名スポーツ、いやプロ野球にしようかね、
ヤクルトの村上の女がそんなことやりますか。やんないやんないです。例えば、はい、坂本勇人独身です。はい、彼女がいたらやりますか。やんないですね絶対ね、はい、そもうやっぱさ、そのみっともないよね。みっともないです。いや 俺思うよ、はい、さ本人それで帰ってきてってチュチュやったら構わねえよそれは、はい、てめえら二人でやるような話だから、はい、それがさ公の場に自分の彼女が出てきて何こうやりたい方でやるの、言いたいこと言って病気だよ、はい、みっともないよな。まあその誰と何したっていいけど、なんかやっぱこう笑われちゃうと思う、はい、世間に。俺はそれをほら楽しむ人もいるわけでしょ、はい、俺別に楽しくもなんともない。俺はただなんかかっこ悪いなとかさ、どう思うんだろう。いやまあその通りです。マジでそのいいね来ちゃったのはびっくりしましたね。でも宿口決勝進出付き合ってんの確定じゃないんでしょ。いや同棲してるらしいよ話によると。最近同棲始めたらしいよ。で俺んとこに来るなんかいるんだよ、あの埼玉ひいきにしてるおじさんいるんだけど、うん、もうなんかもう経歴知らないんだよね。宿口と松井と松井あ宿口が買ったりとか、そういうなんか変な傾向の人がいるんだけど今度の彼女はいいからなとかつって、あそうなんですか、別に興味ないからスルーしてたら、ここ数日でもう何人からもこう来るわけよ。そのツイッターを写メしたやつ俺とか来るの、はい、で昨日もほらいろんなところが来て、はい、で一人の人はやっぱ僕ちょっとやっぱ言ってるわけよ、はい、こうないでしょって、はい、で俺埼玉別に選手の責任者なんでもないから、はい、でもそういうあの目線の人もいるわけ、はい、俺そんなこと思ってない自分でも、はい、で支部長に言っておいてくれとかさ、はい、そうやってやっぱ思う人もいるんだよ、はい、で一応明日支部長には言います、はい、とりあえずそういう意見があったんだよ、はい、まあ、みっともないでしょっていうことも含めて、はい、意見も聞きたい支部長、はい、どう思いますか。多分支部長はいやプライベートなことなんで僕はちょっとっていう答えが返ってくるか想定できるけども、はい、1位って言います、はい、ちょっと面白いけどな。支部長教習にちゃいましたね。特別優秀戦だよ明日びっくりしましたよあれは。いやー山岸にちゃんとついてきて抜いたもんな、はい、山岸な、はい、いやでもやっぱちょっとなんだろうね、車検にはかけないんだけど、はい、嬉しいね、はい、白山君とかがやってやっぱいつもほら苦労してさ、で今回よその台移ってで俺のとこにテレビつけたりとかさ、はい、全部白井くんがこう言ってくれて、はい、埼玉県にね、はい、俺が台移った時に、うん、木村さんこうモニターぐらい欲しいですよね、埼玉県の前だよ日本とかの前で、して俺もさ「いやいやどうせ無理だからさ、いや言った方がいいですよ言うだけ」つしてパッて言ってくれて、はい、木村さん相当我慢してますよ、はい、モニターぐらいつけてあげてくださいよって一回スルーされて、はい、でしばらくしてモニターどうなりました、な何もないよって言ったらパッてもう一回乗り込んでくれた、はい、言ったらこうテレビを置いてくれたって、はい、だからものすごくやっぱり人として真面目だし真っすぐだし、はい、それもやっぱり俺が頑張ってるって認めてくれてると思う、はい、白井君も、はい、だからこうやって人力してくれるっていう、はい、で俺らが何ができるかって言ったら応援しかないって、ね、はい、そうでしょ、はい、みんな応援してください、はい、支部長ちゃんとお気に入り登録入ってるか。はい、どういうことですか。どういうこともそういうこともねえんだよこの野郎、お気に入り登録だよお前。なんすかお気に入り登録知らないのか。本当になんすか。後で教えてやるから入れとくよ。知らない人もまだいると思う。埼玉の選手は応援して、はい、みんなで盛り上げよう。はいはい、はい、今日も長い間長い時間ご視聴ありがとうございました。明日3日目終わっての、4日目総決算ですよね。当てますよ。はい、お時間ある方はぜひ大宮競輪場をご来場待ちしてます。チャンネル気に入っていただけたら、高評価いいねチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。